これ江別市の、北海道の江別市でね、連日やってますが、あんまテレビでやんないんで、僕がやりますけど。北海道ニュースね。先日、江別市の公園で二十歳の男子大学生が暴行されて死亡した事件。逮捕された被害者の交際相手の女子大学生、八木原アンマですよね、これはね。被害者と合流した後、他の容疑者らと電話を繋いだままだったという趣旨の供述を述べていることが捜査関係者の取材で分かりました。ここですかね。やばいと思います。続けます。被害者と自宅で過ごした後、現場の公園に向かったとみられ、警察が詳しい経緯を捜査しています。だからずーっと電話つながりっぱなし。まあ、LINE 電話なんでしょうね。それずーっと聞いてると。河村ハオトとその彼氏。まあ、もしかしたら他の奴らももうすでに集まってたかもしれないですね。そうなるとね。先月26日に江別市にある公園で千歳市の大学生、長谷智也さんが意識不明の状態で倒れていることが見つかり、その後死亡しました。警察は江別市の大学生で被害者交際手の八木原アマ容疑者や河村ハオト容疑者ら少年を含む6人を逮捕し、被害者に暴行を加えて死亡させた疑いで捜査しています。捜査関係者によりますと、八木原容疑者は1年後に別れることを切り出され、トラブルになった被害者と江別市のアルバイト先の近くで合流し、逮捕された他の仲間と電話つないだままだった。ここですよ。これってさ、逮捕された他の仲間と電話つないだままっていうことと別れ話をするっていうことって全く関係ないじゃないですか。でもなんでこれをつないでんのかっていうところに一つの答えがあるんじゃないですかって僕は思う。その趣旨を供述していることが捜査関係者の所在で分かった。八木原容疑者は被害者と自宅で過ごした後、他の容疑者らが待つ現場の公園に向かったと見られることで、警察が詳しい経緯を捜査している。八木原容疑者の自宅に長谷さんが荷物を持ってきたって話ですよね。まあ、そこで話もしてる。そこで一応こう、そこも電話がつながったと。これちょっとだから話がどんどん変わってくるんですよ、最初の話とね。他の容疑者らと電話をつないだままだったっていうことでしょ。これって最初は、まあ、友達の河村ハオトとその通話を聞いてたのかなと思ったんだけど、どうやらそうじゃないと。まあ、彼氏もいたんだろうなと思うけど、どうやらそうじゃない。他の容疑者もすでにもうスタンバイしてたって話でしょ。まあ、なんだったら、その公園に誘い出すっていうことも、計画済みで、そこにみんなで行くからっていうことを、まあ、口裏合わせてたっていうか、もう計画してたんですよね、これはね。そもそもね、最初から。この話を、要はこの日を X デーにしてたってことでしょ。流れ的に今想像するにですよ、八木原アマがまず長谷さんにこんな話をされたよっていう話ですよ。別れるって言うんだって、ひどいよねその話って、河村ハオトが言った友達で、同じコンビニだし、そして彼氏も、17歳の彼氏も、そうだな、そうやそうや、それはひどいわって話、懲らしめてやろうぜって話になったとする。じゃあどうやって懲らしめるっていう計画になったんだと思うんですよ。金取ろうぜと。懲らしめるんだったら金だと。手切れ金払わせようぜっていう感じになったんですかね。やっぱね。だったらやっぱり呼び出せよと、そいつを。そして俺らが金取ってやるよっていう計画を立てたんでしょうね。わかったっていう風になったんでしょう。ちょっとね、頭の弱い子っぽいから、この八木原は。呼び出して。彼氏を呼び出して。まあ、そこは触れずにね、当然ね。まあ、電話繋いばだまんま。ああ、じゃあちょっと公園行かない、近くにあるから、ああ、いいよって話になって、よし、公園だぞって言って、あそこ人影なくて、まあ、場所ももちろんね、決めてたんでしょう、そもそもが。ここでやるっていうことを。そこにおびき出したってことですよね、八木原がね。そして行ったら、あれなんでこんなに人がいるのと、その長谷さんに対して、あんたさ、って、どういうつもりって、なんで、自分勝手なことをすんの、俺らの友達に、みたいなことを言って因縁をつけたと。いやいや、そんなことないよと。君たち関係ないじゃないか。だから金払ってもらうよと。手切れ金で。いや、そんなんないよって。ないじゃねえだろ。財布出してみろよ。いや、出さないよ。で、あんじゃねえかよ、みたいな。暗証番号言えよ。で、クレジットカード、キャッシュカードあって。隠してんだろ、もっと、みたいな。で、一応、殴られたんで、嘘の暗証番号を言ったと。そしたら、そのクレジットカードを持って、女たちが、
河村と八木原がコンビニ行ったと。これでちょっと本当に合ってるかどうかやってきてみてと。ちょっと違ったと。嘘つかれた。っていう電話を河村がそのまた彼氏に、その現場にいる彼氏にしたと。てめえ嘘じゃねえかこの野郎ってボコボコにしたと。本当のこと言えよって、本当の暗証番号はいくつだよって殴り、ボコボコ殴ったと。殺されるって思った彼は、ついつい本当の暗証番号を言ったと。本当なのな、これはこら。そして、身ぐるみ剥がされたと。もっとなんか持ってんだろ、金目のものってなった。全部脱がされて、全部一通り所持品を車の中に持ってから全裸で寝かされた。そしてまあこの中で一番ヒエラルキーの低い、頭の弱い、八木原アマだけがその場に残されたと。で、お前なんとかしとけよ、こいつって話になって、残りの河村ハオトを率いる、河村ハオトと彼氏率いる集団は、よし、金下ろし行くぞ、分け前だって言って車で札幌まで行ったと。そしてそこのコンビニで、夜中ですからね、金引き落とせるっていうのはコンビニぐらいしかないんで、コンビニの ATM で金を引き落とした。十何万か、まあしけてんな、まあこれでいいかって全額引き落とし、お前らま何万何万って分けたと。ありがとうございますみたいな感じで、じゃあ今日はご苦労さんね、解散みたいな感じで、ラーメン食べ行こうかみたいな感じでしょ。ひでえ話だなと思いますよ。だからこれ計画的なんですよ、ずっと最初から。あ、もう金奪おうっていう計画的なんで、計画性がある、完全に強盗致死なので、ちゃんと白状するまで、クレジットカード、キャッシュカードの暗証番号を吐くまで暴行を続けたっていうのは、もっとね、あれですよ、最近ガンガンやってる 強盗殺人と同じなんで、これは本当にね、極刑をもってしてね、この子たちをね、裁いてほしいなと僕は切に願いますよ。